行きましょう、クライン。また明るいうちから飲んでらっしゃるのね、お母様。ウィットリー、試験官のつもり？いいえ、この程度でおじけづくことなどありません。黙って見ていなさい。ごきげんよう、お父様、お姉様。これが最後のテストですわね。さあ、私にグリムをお放ちになってください。承知しましたわ。これでビーコンアカデミーへの入学をお認めくださるのですね。ありがとう。もう行くわ。ウィンターお姉様はお忙しくて来られない。お父様もウィットリーも見送る気なんてない。そうでしょ？あなただけで十分よ、クライン。どうか元気でいてちょうだい。間に合いましたわ。入学後は生徒のチーム分けを行う。どのチームに入るかが重要ですわね。何度も言ったじゃないですか。騒がしい。こんなの初めて。彼女、キュラニコス。今何とおっしゃいましたの？お二人は何をご存知なのかしら。私はワイス主任、カンパニーの後継者です。噂？あの反人類的なファウナスの盗っ人クズ集団、ホワイトファングのザレ言を鵜呑みにしているだけでしょう。あなた、ファウナスの味方？よくもそんなことが。まあ素敵。おしゃれしてショッピングに行って、イケメンモデル系男子のお話でもいたします。あんな感じの冗談じゃありませんわ。二度と話しかけないでください。あ、はじめまして。私はワイス、ピュラニコスでしょ。私たちでチームを組みません？きっと無敵のチームになりますわ。二人で成績トップになって将来はバッチリですわ。私と組めば絶対にトップになる。いや、はあ、あなたまさかこの方をご存じない？サンクタム首席卒業、ミストラルトーナメント4年連続優勝のピュラですのよ。パンプキンピートのマシュマロフレークのパッケージ、お盛りください。お呼びではないからです。一体ピュラはどこですの？さっさと行きますわよ。たとえこんなことペアでも、ピュラとさえチームが組めれば。トロ臭いあなたに足を引っ張られて遅れを取りたくありません。セムブランス、子供みたいに力を見せびらかすのはよして、大体あなた幼く見えますけど、入学できる年齢ですの？飛び級？本当に年下。訓練を思い出すのです、ワイス。そちらこそ伏せて。あなたのせいで森を焼くことになりましたのよ。オーラもダストも無駄遣いばかり。そんなんでテストをクリアできますの？エアシップの中のことでしたらとっくに忘れました。まあ、ルールを無視して勝手にやれるほどお強いのね、ブラボー。登録際上に感触持ち、最低ね。さっさと進みますわよ。完璧などではありませんわ。でもまあ、あなたよりはずっと優秀。早くレリックを取って。どれでも構いません。ピュラ、やっと見つけましたわ、ピュラ。さっさと行きますわよ。ちゃんと動きを読まなければ。よくこんなの思いつきますわ。また力を見せびらかしたいの？本当にお子様、知ってましてよ。よろしくてよ。初めて見ましたわ、二段ベッド。いちいち騒がしいこと。あ、静かに。なんてうるさい。子供みたいに騒がないで。大した努力もなしにリーダーになったことがそんなに嬉しいの？あなたを認めません。必死に学び訓練してきたのに、こんな待遇だなんて。ポート教授、ご相談が。まあ、何ですって？そんな、違います、決して。いいえ、応援に大声は当然です。オーラもわからないなんて、なぜ入学できたのかしら。重要なのは、ダメダメなジョーンがリーダーだと、あのピュラが素直に認めたということ。ダメなリーダーを支える最高のチームメイトなら、むしろリーダーでいるより得点は高い。そういうことですのね。
好みはクリームと砂糖5つでしたわね。はい、コーヒー。あなたいいリーダーになれますわ。え？私、最高のチームメイトになると決めましたの。勉強頑張って。二段ベッド、憧れでしたわ。意外に疲れますわね。ご冗談を。グリムなどに囚われるものですか。何か引っかかりますわね。それより明日のお休みですが、町に行きませんか。フェスティバルも近いですし。またホワイトファング。なんて危険で頭のおかしい異常者たちかしら。人類を抹殺するなどと言い出す連中ですわ。いいですわ。あのファーネスを捕まえてどれほどのクズか証明します。私は大丈夫ですが。急がないとクズが逃げますわ。何ですのこの子。法律を破る悪党ですわ。放っておけばホワイトファングに入るに決まっています。私が何ですって。人類を憎む純然たる悪の組織をどうして味方できるの。彼らに命を奪われた人々の葬儀に立ち会ったことがあって、カンパニーの重役というだけで殺された遺族の悲しみを知ってますの。私がどれだけ辛い思いをしたかも。私たち好きにさせたらいいのです。彼女の言葉を聞いたはず。私は確かに言い過ぎたかもしれません。でもあの組織はどうしたらいいかわからないんです。リーダーになれず、ピュラとチームを組めないどころか、チームメイトの一人はファウネス。想像していたこととあまりに違いすぎて、私泣く。もう参ったな。あなたが甘やかすからルビーも力を見せびらかして褒められたがってばかりなのです。違いますか。何ですのこれ。組織の話はもう結構。それより私考えました。考えて考えて考えて決めました。全部気にしません。はい。ですから今後もし大きな問題があればチームメイトに相談なさい。どこかの誰かではなく。憧れてたこと嘘じゃありませんわ。叶わぬ願いを押し隠してきた。気にしないだけで精一杯。ファウネスをホワイトファングを許せるわけじゃない。なんですの。